阿ー聖伝は中国の作家路人の小説。1921年12月4日から1922年2月12日にかけて新聞、明日報の週刊付録に一章ずつ発表されたもので、路人唯一の中編小説である。阿ーという近代中国の一庶民を主人公とした他に例を見ない物語として注目を集めた。阿ーという おそらくはこれ以下はないであろう。最下層の人間を主人公に設定し、それを縦横無尽に活躍させることにより、巧みな淵の中に、農村社会ひいては全体社会の様々な人間タイプの思考や行動の様式を浮き彫りにしている。特にこの作品を気に入った毛沢東が談話でしばしば、秋精神を引き合いに出したため、露人の名声が高まった。後に、 中国の高校教科書に採用され、中国国民の多くが知っている小説である。また外国向けにも翻訳されている。時代が新から中華民国へ変わろうとする新外革命の時期、中国のある小さな村に本名すらはっきりしない村の半端仕事をしてはその日暮らしをする日雇いの秋という男がいた。彼は働き者との評判こそ持ってはいたが、 家も金も女もなく、字も読めず、容姿も、不細工などと肝心たちに馬鹿にされる村の最下層の立場にあった。そして内面では、精神勝利法と自称する独自の思考法を頼りに、暇人たちに罵られたり、日雇い仲間との喧嘩に負けても、結果を心の中で都合よく取り替えて、自分の勝利と思い込むことで、人一,一倍高いプライドを守る日々を送っていた。 ある日、阿久は、村の金持ちである長家の女中に劣情を催し、言い寄ろうとして逃げられた上に、蝶の旦那の怒りを買って村八分になり、仕事にもあぶれてしまう。空に困って、盗みを働き、逃亡同然の生活を続けるうちに、革命党が近くの町にやってきたことを耳にした、彼は、意味もわからぬまま、革命に便乗して騒いだ結果、 革命派の長期略奪に関与した無実の容疑で逮捕される。無知ゆえに筋道立てた弁明もできず、流されるままに形状に引き出され、あっけなく銃殺されてしまった阿久に、観客たちは不満を述べ立てるのだった。路人は日本に留学し、仙台医学専門学校で解剖学を学んでいた。ある日、教室で日露戦争の記録映画が上映される。その中に、 ロシア側のスパイ容疑で日本軍に捕まった中国人が銃殺されるシーンがあり、周囲で同胞の銃殺に喝采する中国国民の無自覚な姿に、ロジンは衝撃を受けた。あのことがあって以来、私は医学などは寛容でないと考えるようになった。愚弱な国民は、たとえ体格が良く、どんなに頑強であっても、せいぜいくだらぬ見せしめの材料と、 その見物人となるだけだ。病気したり死んだりする人間が、たとえ多かろうと、そんなことは不幸とまでは言えぬのだ。むしろ我々の最初に果たすべき任務は、彼らの精神を改造することだ。そして、精神の改造に役立つものといえば、当時の私の考えでは、無論文芸が第一だった。そこで、文芸運動を起こす気になった。岩波文庫この体験や、心境の変化は、 露人の小説、富士の先生に描写されている。これを契機に露人は、医学から転じて、中国の社会改革と革命に関心を深め、文筆を通じ中国人の精神を啓発する道に入った。露人は、本作で、無知猛賄な愚民の典型である、革余の一庶民を主人公にし、権威には無抵抗で、弱者はいじめ、 現実の惨めさを口先でことし、思考で逆転させる彼の滑稽な人物像を描き出し、中国社会の最大の病理であった、民衆の無知と無自覚を痛烈に告発した。物語の最後で、全くの無実の罪で処刑される阿久、その死にざまの見栄えのなさに不平を述べる監修たちの記述は、同胞の死刑に喝采する。 中国人同胞の姿にショックを受けた作者の体験を反映する。阿久は便宜的な名として作者が設定した金である。阿久という主人公の名前は奇妙に思えるが、中国南部では、アは生の前につく、窃盗時で親しみの表現であり、先生と同様に現在でも使われている単語である。したがって、阿久聖殿は、 アキューの情けない人物像にもかかわらず、キューちゃんの伝記といった意味になる。また、キューという漢字文化圏ではありえない名前については、アキューは、人々から、アクエイと呼ばれていたが、クエイの部分の漢字表記がどうしても判明せず、また、中音符号では一般にわかる前として、やむを得ず、ローマ字を略した名前を用いる、と設定している。AB 竹内245ページ。 毛沢東の老人評価、デイリーコンサイス中日時点中日辞書北次郎、作中で、クエイに当てはまる字を推定して、カツラと木が挙げられているが、この二字はいずれもピンインで、グイ、ベード式で、クエイ4、中音符号で、と表記される。ありがとうございます。